それではただいまから定例記者会見を始めます。本日の発表事項4件を一括して市長からご説明申し上げます。はい、おはようございます。それでは私から4件について発表させていただきます。はい、まずはですね、古関裕司さんの野球殿堂入り記念のオール早慶戦からです。まあ、これまで実行委員会で詳細はご説明していたんですけど、一般の皆様方にはご説明できてなかったので、改めて今回詳細を明らかにさせていただきたいと思います。いよいよ11月の26日日曜日に迫ってまいりました。皆さんのこの記者発表資料の方とこれをちょっと見比べながら聞いていただきたいんですけど、当日はですね、まず11時15分から早慶両校によるエール交換があります。これは本当に早慶戦ならではの雰囲気ですので、学生野球の雰囲気を十分に味わえるかと思います。続いて11時45分から開会セレモニーになります。セレモニーでは野球殿堂入りの銅板レリーフを設置いたしまして、古関さんに見守っていただきます。そして、スポーツ庁行進曲に合わせて選手が入場、それから福島から早慶へのエールということで、福島大学4年生のですね、赤坂雄介さんがアカペラで、栄冠は君に輝くを独唱していただきます。それから、続いて古関メロディーの演奏ということで、これは早慶両校の応援団に加えてですね、市内の高校生に参加をしていただきます。早稲田大学と桜の聖母高校はオリンピックマーチと高原列車は行く、慶応大学と成蹊高校は栄冠は君に輝く、憧れの郵便馬車、これを演奏していただいて、で最後、これが多分前代未聞だと思いますが、古関さんが両方のためにまた、早慶賛歌というのを作曲してるんですね。これも通常であれば早慶戦の一番最初に、演奏されるそうですけれども、これを、この両大学と高校生にも演奏していただくということになっております。ちょっとこれ十分入ってませんが、そういった形でですね、早慶戦の当日を盛り上げてまいります。こちらに、映っているのが副大の赤坂さんですね。そして13時からいよいよ試合開始ということになります。まあ、なお当日はですね、この11時15分のエール交換の前にも子どもたちの野球教室を早慶両校の選手などに行っていただきまして、野球のまた楽しさ、そして技術を伝達いただこうかというふうに考えております。場所は東球場で、福島駅からのシャトルバスがあります。入場料は前売りが2000円、当日は2500円、まあ、一般の方ですね。高校生は前売り500円で当日600円、中学生以下は無料ということで、前売りチケットはチケットピアにて販売中であります。まあ私立大学で言えば、まあ、人気の両校ですので、まあ、ぜひこの機会にですね、大学野球、そしてまた大学ということも感じていただいて、進学を目指す皆さん方にもぜひこの、早慶戦のですね、雰囲気を味わっていただきたいなというふうに考えております。それから、関連イベントといたしまして、試合の前日ですね、土曜日の15時から、約40分間福島駅東口広場をジャックをいたしまして、応援のデモンストレーションを行います。最初にこちらに映ってます福島経過保育園が太鼓の演奏をいたしますが、こちらに関しては早慶応援部が伴奏していただいて一緒に盛り上げていただきます。その後早慶応援部による応援デモンストレーションを街中で実施いたしますので、ぜひこちらの方もですね、見に来ていただきたいと思いますし、とりわけ当日行けないという方はこの駅前で、ご覧いただければなというふうに思っています。まあ、その他試合当日は、
球場内あるいは球場周辺におきまして各種物販や復興の関連の展示、あるいは小関さんの情報の展示、こういったことも行います。詳しくは市のホームページをご覧いただければというふうに思います。1点目は以上であります。続いて2点目、福島シティハーフマラソン2024であります。これは来年5月19日に、開催をいたします。いよいよ、12月1日から、参加ランナーの、募集をさせていただきますが、改めて、変更点など、概要をですね、ご説明をいたします。私たちは1回目の開催状況を踏まえて、いろんな声を踏まえてですね、内容の見直しを行ってまいりました。その結果としてですね、まず一部のコースを変更いたします。それから10キロの部は、今年は500人だったんですが、これを800人に、拡大をいたします。これは後ほど申し上げますが、10キロのコースは1回目は、忍が丘からクラウン福島アリーナまで、一方通行で、あそこからバスで戻ってきてもらうということだったんですね。その点では非常に経費的な面もあって、正直言うと500人に絞りました。で今回は10キロはあというか10キロも、忍が丘の、静電車ウィンディースタジアムに戻ってきてもらえますので、その分、バスの手配などする必要はなくなりました。その結果として、800名に、拡大をいたします。また、2キロ、1キロそれぞれ、ファンランペアの部あるいはチャレンジ車椅子、この辺はちょっと距離を短くしてより多くの皆さんに、楽しんでいただこうというふうに考えております。全体としては、今年より若干受け入れ枠を拡大するということに、しております。そしてゲストランナーですが、これはこれまでの実行委員会でも発表はしておりませんでしたが、まずお一人は、ワコールに所属しております、福士加代子さんがお一人、女性ですね。それから男性では、神野大地さん、箱根の山の神でありますが、こちらに出場をしていただきます。主な変更点を申し上げます。次のこちらに細かいことが書いてあるんですが、全体像はこちらのが分かりますのでこちらでご説明します。まずですね、第1回目はこのスタジアムを出発をして このように来てたんですね。そして115号線にストンとこう来まして、そこから4号を渡って、行ったわけです。今回は、こちらのちょっとやっぱり狭い面もありまして、こちらの方の道を使ってそれで4号に出て、で4号をしばらく走っていただいてから払い川通りに出るというコースにいたしました。それから1回目の問題点として、小杉湯治ストリートを通ったんですけれども、いわゆるレンガ通りですね、やはり狭くてかなり、混雑をいたしました。今回は、そこを通らずにですね、平和通りに抜けまして、平和通りから東陸橋を越えるという形にしております。それから、クラウンアリーナのところですけども、今回はこれがですね、行って、学習センターのところで折り返ししてくるというコースにしていたんですが、距離の調整とかあるいは、より曲がりやすくという観点からクラウンアリーナの周辺を一周する形にして、混乱も避けることにいたしております。それから1回目で、ランナーの皆さんからちょっとこうあまり評判良くなかったのはですね、一番最後になって折り返しとかあるいは競技場の中でもうゴールかなと思ったらまたちょっと、距離が残ってたと、精神的なダメージが結構大きかったんです。その点では、そういった終盤になっての、折り返しとか延長的に感じるコースはやめようということにいたしまして、この114号のところですね、
ここで一旦今年はこうまっすぐ行ってたものを折り返しをして、まあ、距離の調整するということにしたわけであります。まあ、その点ではですね、1回目よりだいぶこう精神的には負担にもなりませんし、狭さなどもあまり感じずに走りやすくなるのではないかなというふうに思っています。それから10キロのコースは先ほども申し上げましたように、こういう形でですね、一方通行でクラウンアリーナに来ていたんですが、まあ、今回は混乱を避けて115号の1前でスタートいたします。そして、県庁通りを行ったらですね、そのまま県庁まで行きまして、そして、94号に出てちょっと南に降りてからはですね、最後、ハーフとほぼ同じようなコースでスタジアムに戻ってくると、まあ、このようなコースにしておりますので、こちらもですね、いかにもスタートして戻ってくる感覚を味わっていただけるかなというふうに思っています。この福島シティハーフマラソン、市民の皆さんのおもてなしが手厚いということで大変好評いただきました。これはこれからもこのマラソン大会の特徴として我々大事にしていきたいなと思っておりますので、1回目同様ですね、ランナー応援隊とか、まあいろんな形でボランティアをしていただくとか、そういった形での市民の皆さんの参加おもてなしをお願いしたいなというふうに考えております。2点目は以上です。続いて3点目です。多分これが一番ビッグな今日のニュースではないかと思います。9月の21日に発表いたしました全国初の陳平の2文字が入った木簡、だいたいこのような大きさですね、ですけれども、まあ、その後専門家に文字の判読をお願いをいたしました。その結果当初18文字だったと思われてたのが19文字だということが分かりまして、かつ新たに6つの文字が判明をいたしました。残り1つはよく分からないんですが、まあ、これでもっておよそこの木簡のですね、意味が判明したという次第であります。具体的にはですね、まあ、ここの赤の部分がそうなんですが、出羽の国下野の国史に長須、陳平の死、その後はちょっと分かりませんが元の上、軍号を積みせずと、まあ、このように読むということなんですね。意味としては、陳平が、まあ、この、福島の地で亡くなったんだろうと思われます。で、陳平が死亡したわけですが、その遺跡周辺にとどまっていた下野の国史とその陳平に対して、この陳平が亡くなったのはこの皆さんに落ち度がないよということを伝えた出羽の国の象徴だということが分かりました。で、文献ではですね、各地の国や郡は絵地都の警護とか、あるいは先森太宰府の方ですね、の警護に関して療養や死亡に一定の責務があるということが分かっています。まあ、その点ではこの陳平の死に関してあなたを罰しないよということを言ってるわけですから、まあ、その点ではこの陳平に関してもその国士や、まあ、その仲間はですね、このそれぞれの遠征地で、この何て言いますか、陳平の、健康状態あるいは死亡とかに対して一定の責務があるんだということが読み取れるわけでありまして、まあ、その点では、陳平にもこのような責務があるだろうということが判明したのは、まあ、これ初めての発見になるだろうというふうに思います。そして、まあ、想定されるストーリーは今申し上げましたが、下野の国を
国司と陳平が出発をして、そしてこの西久保遺跡周辺でとどまっていたと。そこで陳平が死亡したために、下野の国司がですね、出羽の国に陳平死亡にかかる書状を作成したんだろうと。これは当然見つかってないわけですけども、でその書状に対する返答文が今回の木簡であろうということに、想定されるわけであります。でなお、西久保遺跡の性格ですが、これは軍役所ではなくて、あくまでも役所的な機能を持つ有力者の居宅跡だというふうに、推定されるわけでありまして、これはですね、かなりこの手の遺跡は多く見つかっているわけでありますけれども、そういったものが想定されるわけであります。そして、この木簡がですね、水辺のようなところで発見されましたので、その点では水辺での儀式に使われて、そのままとどめ置かれたのではないかと、このようなことを想定しております。で、この、判明文字などに関してはですね、今後学会を発表いたします。11月の25日の福島県考古学会白川市で開催されますが、ここで発表し、12月の2日には奈良市で開催される木簡学会で発表する予定であります。それから木簡そのものですけども、今後保存処理をいたしまして、レプリカを作成をいたします。これは12月から3月にかけて実施をする予定です。そしてこのレプリカが作成されましたらですね、即応展示として、来年4月から縄文ピア宮畑で展示をしていく予定であります。でなおこれに関しては皆さんいろいろ専門的なことを詳しくお聞きになりたいと思いますので、私の会見の後に、担当係長にここに来てもらって、皆さんのご質問をお受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続いて4点目、個人宅での、マイナンバーカード出張申請の受付を開始するというものであります。まずマイナンバーカードの交付状況をご説明したいと思いますが、福島市においてはですね、申請率は今 82.4% で、全国から比べると 4% ぐらい高くなっております。で交付率の方は 78.5% で、これも 1.4% ぐらい高いと。で実際に保有しているのは、73.6% で、大体 1% ぐらい高いと、こんな状況になっております。比較的全国よりは、進んでいる状況なんですが、年齢別で見ると、我々実はこの若い世代が意外と低いので、これまでは若い世代にも、注力して、交付の促進を図ってまいりましたけど、やっぱり高齢者がですね、年が進むに従って、低くなっているという現状があります。で今回ですね、なかなか外出が困難な方には市が回って歩いて、そして交付のお手伝いをしようということで、今回この仕組みを導入をいたします。対象者は福島市に住民登録があって、マイナンバーカードをですね、初めて申請される方のうち、いずれかに該当し、外出が困難な方ということで、75歳以上の方、介護要支援認定を受けている方、障害者手帳をお持ちの方、あるいは指定難病医療費受給者証をお持ちの方、このいずれかに該当する方のうち、外出が困難な方を対象にさせていただきます。訪問は平日の10時から4時の間、申し込みはオンラインかまた電話でお願いをいたします。12月1日から受付を開始をいたします。マイナンバーカードを交付までの流れで言いますと、申し込みいただいたときに日程を調整したり、準備物の確認をいたしまして、そして、その自宅に訪問するんですね。それで本人確認をし、書類を
記入し、さらに写真撮影、これは市が行います。その上で後日住民登録の住所地にカードが郵送されるということですので、その点では申し込んだ後にカードを受け取らないということもありませんし、いちいち市役所に来る必要もないというのが今回のシステムです。でメリットとしては、まず申請もあるいは受け取りも窓口に来る必要はないということです。それから、携帯電話や郵送による申請も、不要です。でさらに、写真を、自分で申請する場合はですね、撮ってつけなきゃいけないわけですけども、これは市が訪問したときに撮りますので、写真撮影の手間もお金も必要ないと。そして、マイナンバーカードが自宅に届くということで、便利に、保有いただけるかなというふうに思っております。12月1日からでありますので、ぜひご利用いただければというふうに思います。私からは以上です。それではただいまの発表事項について質問を受けいたします。ご質問のある方は挙手願います。SCT さん、すみません、福島テレビの木谷と申します。よろしくお願いいたします。市長、改めて福島シティマラソン、こちらの意気込みというかですね、 PR 一言いただければなと思います。はい、1回目本当に多くの皆さんのおかげでですね、私としては非常に成功したんだろうと受け止めております。で2回目は1回目の反省点を踏まえて、また充実をいたしましたので、より多くの皆さんに参加いただいて、そしてこの福島シティハーフマラソンがですね、福島市の中核的なイベントになるように取り組んでいきたいというふうに思っています。その他ございますか。みゆうさん。福島みゆう水野と申します。はい、マイナンバーカードの出張というのは他の市町村ではやっているものなんでしょうか。はい、いくつかはやっているようです。はい、ありがとうございます。あと木棺に関してなんですけれども、これだけ全国に注目されるような遺跡が福島市にあるということで、市長としてのこう受け止めといいますか、こう感想一言お願いします。はい、やはり古代のですね、陳平という制度の実態というか、あるいは仕組みが分かるものがですね、ここ福島で発見されたというのは本当に大きな意義があるだろうというふうに思っております。で一方でこの遺跡自体はですね、先ほど申し上げましたように、有力者の居宅なんですね。でこれ自体は通常の遺跡のグレードからすると、国司や軍司のいた館というか、そういったがといいますかね、そういったところとは違って非常に多くて、かつ歴史的な価値は少ないというふうに言われております。その点では遺跡自体のその保存までは必要はないだろうというふうに思っておりますが、我々としてはここで出てきたこの木棺に関しては、今後ですね、十分というか大事に保管しながら、また活用に努めていきたいというふうに考えております。他にございますか。内容であれば発表事項以外で皆様からの質問を受けいたします。ご質問のある方は挙手願います。ないでしょうか。はい、じゃあ最後にちょっと私から一言。皆さんご承知の通り、熊の出没がですね、非常に続いております。今年は餌不足ということで、かなり熊が出てきてますし、それから餌がないと冬眠もなかなかできずに出没する期間も長くなるんじゃないかというふうに言われているわけです。福島では市ではですね、10マップといって熊の出没の状況などが分かる、そういったものも提供しておりますので、そうしたものも活用しながら、十分熊が出没しそうな箇所はですね、気をつけていただきたいなというふうに思っております。そして私の方も、昨日まで、東北市長会、それから中核市長会のそれぞれの会長として、国に要望活動をしてまいりました。
で、東北市長会の関係で申し上げますと、まあ、本当にこれ東北地方では多くて、特に秋田が全体の3割だというふうにも言われているわけです。まあ、そこで、実は東北市長会の、要望事項には入ってなかったんですけど、急遽会長の、まあ、いわゆる権限として新たに盛り込みまして、農水省の農水大臣にですね、それを要請したほか、昨日は中核市の関係で環境省に行ってまいりましたが、まあ、その際に合わせてですね、環境省の方にも熊対策をお願いしてまいりました。まあ、国会でもかなり、熊の、ことがですね、質問に出されているということもあって、まあ、ぜひ省庁連携して取り組んでいただきたいなというふうに考えております。じゃあ以上です。以上をもちまして定例記者会見を終了します。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。